すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろう。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやH、 ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作稼働。長距離レーザー発射点を確認。イレブン D、 ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト、
近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B。
ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。Thank you.
跡。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。防弾パイプの敵を数え近接攻撃を推奨。分かってる。目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、
司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。目標の超大型兵器破壊する。援護します。警告、敵兵器による出
下方向からの攻撃、推奨、退避。Thank you.
生命体にそんな知性が。トゥビー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。敵機体の上腕部のコントロール奪取完了。点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵タブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。変身を許可します。